そのためにはあの若者たちに死んでくれと、一流の詐欺師のように体のいい方便を並べなくてはならない。私が先頭を走らなければ誰も続く者はいないだろう。そして私は真っ先に死ぬ。地下室に何があるのか知ることもなくな。は？俺はこのまま地下室に行きたい。俺が今までやってこれたのもいつかこんな日が来ると思ってたからだ。進む！いつか答え合わせができるはずだと。何度も死んだ方がマシだと思った。それでも父との夢が頭にちらつくんだ。そして今手を伸ばせば届くところに答えがある。すぐそこにあるんだ。だがリヴァイ、見えるか、俺たちの仲間が。仲間たちは俺らを見ている。捧げた心臓がどうなったか知りたいんだ。まだ戦いは終わってないからな。全ては俺の頭の中の子供じみた妄想に過ぎないのか。お前はよく戦った。おかげで俺たちはここまでたどり着くことができた。俺は選ぶぞ。夢を諦めて死んでくれ。神兵たちを地獄に導け。獣の巨人は俺が仕留める。ここに突っ立っていてもじきに飛んでくる岩を浴びるだけだ。すぐさま準備に取り掛かる。俺たちは今から死ぬんですか？そうだ。どうせ死ぬなら最後に戦って死ねということですか？そうだ。いや、どうせ死ぬならどうやって死のうと、命令に背いて死のうと、意味なんかないですよね。全くその通り。全くもって無意味。どんなに夢や希望を持っていても、幸福な人生を送ることができたとして、岩で体を砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。そもそも生まれてきたことに意味はなかったのか。死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たちも無意味だったのか。いや違う。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者を、哀れな死者を思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を進む。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。エルヴィン先生、壁の外に人類がいないってどうやって調べたんですか？